黒猫は日本の女性コスプレイヤー、歌手、女性コスプレアイドルグループパナシェの元メンバー、宮城県仙台市出身、コプルト所属、ケースプロダクション業務提携、秋葉原のカフェバーをプロデュース、主に漫画やアニメのコスプレをし、アニメやゲームの PR イベントやニコニコ超会議などにも出演。 世界でも知られており、世界コスプレサミットや韓国のイベントにも招待されている。パナシェ、メンバーと黒猫は子供の時からアニメが好きで大学2年生だった2010年からコスプレを始める。コミックマーケットのコスプレ広場を見たのがきっかけで好きなアニメと漫画のキャラクターをコスプレしている。魔女の卓球便の主人公、キキのコスプレは海外でも人気を博した。 衣装を作ることもあり、生放送誌としてかつては、週1回ニコニコ生放送の配信もしていた。2011年末に開催されたコミックマーケット81で、同じくコスプレイヤーの五木明、あきら、えなことともにラブプラスの合わせコスプレを行った。この時コスプレ会場に偶然居合わせたソニーミュージックのプロデューサー、八山隆之が後に、 他のアーティストのプロモーションビデオに出演を持ちかけたのがきっかけとなり、月明きら、えなこともにアイドルユニット、パナシェを結成することになる2013年4月に就職して上京。パナシェの活動は週末に行い、黒猫は仕切り役やマネージャー的ポジションを担うことが多かったが、就職してからの多忙多さから仕事を優先することを選択。 2013年4月26日にパナシェは解散に至る。ソロになってからも週末コスプレイヤーを自称しニコニコ長会議や世界コスプレサミットなどイベントでの撮影会を重ねた。2013年9月には週刊プレイボーイのコスプレビジョ100キャラ100レイヤー大集合に掲載された。2014年4月15日には iTunes ストアで同人音楽。 ドラグーンの配信が始まる。この作品は CD でも発売された。また、同人音楽セカンド CD シングル、ウキウキワンダーランドや、同サード CD シングル、約束も発売された。パナシェ、時代に中国に呼ばれることもあったが、ソロになった後も、世界コスプレサミットや韓国のイベントに呼ばれるなど、国際的に著名なコスプレイヤーの一人である。インタビューでは、コスプレで、 キャラに合っていると評価されることが嬉しいこと。自身のコスプレでファンが友達になったり、コミュニティが広がっていくことの意義や喜びを語っている。2017年10月12日、出版社から初めての写真集、黒猫を発売。2018年2月9日、コプルトに所属したことをツイッターで報告。2019年2月2日、KS プロダクションと業務提携。 2019年3月1日、コンセプト、内装、制服を、黒猫がプロデュースしたカフェバー、猫の隠れ家が秋葉原で、プレオープン。2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2016年、コミックマーケット91より2017年、2018年、CD シングルイメージ DVD 写真集、同人出展は、 んだらけ通販を閲覧。写真集すべてディフスターレコーズから発売。CD シングル CD アルバム。ありがとうございます。